おはようございます。朝有酸素に行って帰ってきて、本日は何度も言うようですがハイカーボデイ、イエーイ、ハイカーボデイです。いや、ぶっちゃけでも体重がもう全然思うように落ちてなくて、昨日の夜測って47.3 くらいだったんですよね。だからまあ300くらいなら落ちるだろうって思ってたんですけど、朝測ったら 47.3 でした。多分昨日の夜測ったの間違ってたんでしょうね。全然46キロ台いってなかった。なんで、まあでも体のコンディションは悪くないし、まあ今からいいコンディションでいいのかわかんないんですけど、今はそのローカーボの間はだいぶ炭水化物を減らしてるので、体がパンプしてたらおかしいというか、カーボを入れてないので、栄養を入れてないので、だからこうそれで栄養を入れてカーボを入れてパーンって張るっていうのが、あ、当日ね、それが一番理想なので、まあいろんなパターンがあるんでしょうからね、よくわからないんですけど、まあでもハイカーボはハイカーボなんで、この3日間ちゃんとローカーボで生活したんで、今日は心置きなくハイカーボしたいと思います。あ、まあ心置きなくとはいえ量は決まってるんですが、 400g の今日は炭水化物を取れるので、たっぷり白ご飯食べていきたいと思います。では今日も一日頑張りましょう。はい、待ちに待ったハイカーボタイム、白い、この日のために生きておりますから、本当にいただきます。まず鶏肉から。よくできました。大変よくできました。美味しい。では、ご飯をぶち込みたいと思います。幸せでございます。本当にね、この日のために生きてんのよ。本当に。最高。幸せ。ちょっとご飯硬すぎた。私ご飯固め派なんですけど、皆さんは何派ですか？もしよかったらコメントください。固め派がね、好きなんですけど、さすがにちょっと硬すぎました。でも美味しい。では食べ進めていきます。さつまいもも食べます。きれい、おいしそう。いただきます。今回のフィジーク出場に向けた取材みたいのを先日 eFight さんっていうネット情報サイトっていうんですか、格闘技のネット情報サイトの方に取材していただきまして、でそれが本日掲載になりました。eFightさんとヤフーニュースと掲載されてるので、概要欄の方にリンク貼っておきますので、もしよろしければ読んでいただけたらと思います。とりあえず第1弾みたいな感じらしいです。なんか分割してあげてくれるそうで、第2弾の方も上がるみたいなので、ぜひお楽しみに。